エンパワーメント、ワークエンパワーメントの理論として今すでにお話ちょっと出てるんですけど、先生のご研究に用いられたその理論では3つの要素があって、1つは構造的エンパワーメント、はい、でもう1つは精神的エンパワーメントで、そして 最後にその仕事の効果っていうこの3つの観点でこれを取られて、構造的っていうのは機械と情報と支援と資源とフォーマルなパワーとインフォーマルなパワー、はい、6つですね。これはどういう、な機械っていうのは要するに自分が成長する機会を与えられるとか、うん、あ組織から上司から与えられてるかどうか、いろいろやっぱり役割もそうですし、うん、で自分を自己成長させるっていうところ、うん、ですからそれを意図的にやっぱりこう組まれたり、うん、そして役割を与えた後にちゃんとそのやったことを認められるとかって、うんうん、っていうことですね。2番目の情報というのは、そうやはり仕事をしていく上で、うん、情報をきちんと与えられているかどうかっていうところ大事ですよね、うん、まあ、基本的には、まあ、与えられているわけですけれども、しかしながらやっぱり組織がどんなふうに動いているかとか、うん、私はやっぱり思うに組織のビジョンとかそういうものをきちんと浸透させているかどうかって大事だと思います、うん、例えば船でいうと、うん、そのこの自分が一生懸命漕いでる船がどこに向かっていくのかっていうことを知らされないままに、うん、ただ船を漕げって言ってもモチベーションも分かんないです。ですからそういうきちんとその組織の方向性っていうものを提示されているのかどうかっていう、うんうん、あるいはその一つ一つの業務をこなす上での、うん、なんていうんですかね、しかるべき情報というところもきちんと大事に、もちろん情報にはいろんな段階があると思いますので、経営のトップが考えてて、うん、そのどうしたいっていう情報をまだ浸透させられないっていうのもありますよね、うん、ですけれどもやはり今うちの病院はこんなふうなことを考えているっていうところをきちんとこう提示をされて、うん、そしてそれに向かってじゃあ一丸とっていうふうな、うん、そういう情報はきちんと大事ですし、まあ、基本的にはもちろん患者さん情報っていうのはケアしていく上で大事なこと、ここはもう与えられていることだと思いますけど、あとは支援、支援ですね。それはさまざまに、例えばですね、勉強したいっていう人がいたならば、例えばじゃあ勤務をこうしたらそれこそ夜間に行けるとか、うん、こういう研修があるとか、うんうんうん、そういう支援っていうところ、あとはまあメンタル的な支援も大事だというふうに思うんですよね、管理者の方から。やはりそれにはこうなんていうんですかね、リーダーのとか、あとは長となる方々が、うん、あなたのこういうところはこうして非常に、うん、なんていうんですかね、まあ、認めていく、うん、ここやってるとか。っていうような、まあ、そういう支援体制とかっていうところですね、うん、なんかご本を拝見すると、まあ、それ今の上上下関係もありますけど、同僚とかそういうところの支援もっていうことですね。もちろんそうですね、もちろんそれも大事な要素ですね、うん、あとは4番目に資源、資源で、これ僕本読んでてああと思って、ベッドの話がありましたでしょ、はい、何ですかあれは、寝たきりになっちゃってらっしゃる方の看護をするときに、普通のベッドであったら看護師がものすごくこう負担が大きいと、でそれがアメリカの病院でしたっけ、はい、そうですね、なんかすごくいいベッド、そうですね、小さなクリントロンベッドって言って、本当に小さな砂みたいなのが敷き詰められてですね、ですから耐候感しなくて、そのまんまその自動的にで温度も保たれてるという、寝たきりだとずっとこの体勢だと床ずれができて、床ずれができちゃうから変えてあげなきゃ、そうです、2時間以上は同じこうポジションではっていうことを言われてますので、うん、痩せてる方はもっと頻繁に、うんうんうん、その一定のところに圧がかからないようにっていうのは、もうこれは床ずれは、うん、看護師の責任なんですね、うん、作ってしまったら、ですからそうしないようにっていうところ でもそれがものすごく重労働なわけですよね。そうですね、まあ、時間もかかりますし、ね、そうですね、で一人では難しい場合もあります、うん、だそれをそういうこうなんていうんですね、物品で対応できたら、うん、これ面白いなと思ったのが、これがだから看護経済学の発想なんですけど、そのベッドは高いわけですよね。そうです、ね、でその目先のコストにとらわれるなと、そうです、そうじゃないと、看護師を育成するとか看護師に払ってる、はい、そのお給料とかを考えたときに、トータルで考えたら、ここにこのベッドを入れることで、ここの作業に2人3人関わらなくてもいいんだとか、他の仕事ができるじゃないかと、看護のって、そうですね、これまさに看護経済学、そうですね、で他の仕事だけではなくて、今問題になっているのは看護師さんの腰痛なんです、うんうん、もちろん体育館だけではなくて、さまざまにっていうところで結局腰を痛めてしまうって、で結局休職とかになった場合には、うんうんうん、その人の生産性のみならず、うん、組織全体の生産性は落ちるわけですね、はい、でましてやですね、そのいわゆるこう経
経験年数の長いベテラン看護師さんがそういう状態になってしまったとしたならば、もう本当にそれだってなんていうんですか、変える人はいないと、非常にもったいない状況になるんですね。そうなんです。ですから全てもったいないと、私の発想はもったいないと、ですからそういう人たちが有効に活躍できるような、そのいわゆるいろいろなもので、資源をね、はい、ちゃんとね整えるという、なるほど、はい、フォーマルなパワー、インフォーマルなパワーっていうのは、フォーマルっていうのはやはりそのリーダーとかそういう人に与えられているんだとしたならば、リーダーとしてはどういうふうな権限がありますという、まあ、パワーってその場合のパワーは権限ですよね。ですからその権限をきちんと、まあ、提示する、おっしゃるようにその日本の場合ってジョブディスクリプションがそんなに明確ではないので、なんか非常にそこは微妙なところだったり、あとは日本人特有のなんか人に頼むより自分でやっちゃった方が早いわみたいな、まあそういう発想があるので、やはりきちんとその場に与えられた権限というところを明確にするというところで、公式的な組織におけるあなたの役割はこれですよ、だから役割に見合うだけの、まあ、当然権限が与えられてます。 で、はい、インフォーマルなパワー、インフォーマルっていうのはむしろですね、組織間での協調性っていうところですね、仲間との関係、仲間ですね、なんとなくその強い人が経験年数長くてちょっと強い人がいて、みんなその人になんか遠慮してるみたいな、そういう状況があったりすると、やっぱり若い人はそれでっていう、まあ若い人だけに限らないですけど、まあそういうことをですね、やっぱり上に立つものは見極めてそこで、あとやっぱり例えばよく看護師さんってカンファレンスって患者さんの状況を話し合ったりするカンファレンスとかするんですけれども、まあそういう時に若い人はこう遠慮しちゃうんですね、自分の意見をこう言うの、なんかこう経験の先輩の人たちの意見の方がっていうふうなところでちょっと黙ってしまう。ですからそういう時にやっぱりこう市長さんなりリーダーになる人が、あなたどうですかってこう振るとかってしないと、やはり言っていいのかなっていう。私は前の大学で学科長をとしてまして、その時に学科会議っていうのがあったんですけど、まず最初に言ったのは意見は平等です、職位は要するに役割なんで、ですから別にその職位だからどうこうの意見を言っても、皆さん平等に意見を言い合いましょうっていう、まあ、そこはかなりこう最初から徹底をした経緯があるんですね。ですからやっぱり組織運営で大事なのは、こう意見をこう建設的な意見を述べ合えるという、そこが組織発展にこうつながっていくので、それを阻止するような環境だったりしたら組織は絶対に発展しない。それはむしろ経営なんかでいうとナレッジマネジメントにも共通していることですよね、やはりそういう意見をこう出し合ってというところ、そういうところがないので、ないとみんなが誰かに遠慮して、で誰も責任取らないという、そのね、構造的エンパワーメントって、まあだから基本的には、多分職場の働く環境ですよね。でそれを支えるのが実は、建設的な意見交換のできる雰囲気だっていうふうに先生述べられていて、まあ、そういう意味で言うと6番のインフォーマルなパワーのところとつながってくるんだけど、やっぱそこがベースにあって、いろんなものだったり情報だったりが整ってるってことが大事、そうですね。ですからやはりその若い人であっても、やはり自分の意見をきちんと述べることができるという、私はそれはやっぱり学部の時からかなりそういうことを強調して学生にも言ってますけど、どういう意見があったら言ってくださいと、それは一人一人の意見はとても貴重なのでって、で違った意見を大いに、だから教員が言うから正しいんじゃない、別にそれは教員に対して私は違う意見って大いに賛成だから、言いましょうというふうな、そう違ってもいいんですよね。でなぜ違うふうなことを考えてるのかを言ってくれればいいわけですよ。そうなんですよ。だから別に発想っていうのにおいては、まあ、私もだんだん年齢減ってきますけど、若い方の発想っていうのはものすごく面白いですよね、なんでですかみたいな、全然気がつかなかったこと、チコちゃんじゃないですけれども、なんでって聞かれるとあれって感じ。自分たちはある程度年数経ってくると、もう自明のことになってることってあるじゃないですか、当然当たり前でしょって思ってて、なんでそうなのって言われた時に実は答えられないことありますよね。まあ、看護とか管理とかとか全然関係ないんですけれども、私が小学校の時って、名前の順っていうのがあって、男の子が先なんですね、ああいう順で、その後に女の子ですよ、入学式か卒業式から証書もらうの。で私の子供が小学校上がった時にごちゃ混ぜになってた時に、
初めて気がついたんですよ、うん、それまで何も不思議に思ってない自分が何たることと気がついた。だからそういう、こう若い方がいろんな発想をするっていうこと、うんうん、ですから大事なのは学生の発想を潰さないということ、うん、そして若い人の発想も潰さないっていうことが、うん、やはり組織発展の鍵になるっていう、うん、組織の活性化だったりとか、ね、難しい言い方するとパラダイム転換、新しいこう、はい、考え方に変わっていく、ね、はい、きっかけになるっていう。そうですね。ですから本当に何て言うんですかね、なんでっていうところですよね、うん、あのアメリカの学会にね、僕は英語全然ダメなんですけど、まあ、ずっとコロナ前は毎年のようにあの義務のように言ってたわけですよ、はい、発言はできないんでしませんけど、聞いてるとアメリカの学会で、まあ、アメリカ人なのかどこの国の人か分かりませんけど、ものすごいとんでもない、まあ、申し訳ないけどレベルの低い質問とか平気でするでしょ、はい、これ日本人だったら絶対恥ずかしくできないことを言うでしょ、はい、あ、これなんだなと思ったんですよ。まず言わないと始まらないっていうところでしょ。あのそれはですね、やっぱり教育の体系が全然、その学部の時から、うん、とにかくあの黙ってそのノートを取ってる点数は全然低くなるんですね、うん、発言をするっていうことによって、だから、うん、あのいわゆる参加しているという、うんうんうん、参加していることにやっぱりあのアメリカの先生は非常にこう、うん、評価をするっていうことなんで、うん、極端な話、うん、アメリカの学生は手を挙げて I think って言ってから考えるとか、ね、そんな冗談も生まれるくらいなんですけれども、うんうん、でもいろんなやっぱりこう意見、うん、とにかくですからまずは本を読んできて、うん、チャプター読んできなさいと、その上でこう問いが来るんですよね、うん、そしてこうガタ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 こうあのサンデル先生のようにやるわけですけれども、うんうんうん、最初はもっと圧倒されましたけれども、言わないとと思って、うん、で結構まあ逆に聞かれたり、うんうん、で留学生看護では私一人だったりする学部で、そうすると日本でどうなのなんて振ってくださるので、留学生の場合って特にその言語がやっぱり限りがっていうところでちょっとと思うんですが、でもアメリカの学生もちゃんと文法を考えて喋ってるわけではないなって、別に我々もそうですね、日本語で話すときにそんなに文法を意識して話してるわけではないの で、うん、できちっとした文法じゃなきゃいけないかっていうと、うん、別に会話の場合とかその質問の場合ってそんなに意識しなくてもっていうところだと思いますね、うん、でその辺がすごく重要だから、そうやって言えるような環境、まあ、前提がなきゃいけないよって、これがまあ構造的エンパワーです。だからそのベースがあって初めてその構造と言われている職場のさまざまな環境というのが生きるわけですよね。そうです。